今奥だよ、奥。本当に奥。なんでこの番組は車とお金を結びつけたか。世界的な流れで当然 EV になっていくわけじゃないですか。と今後の GTR っていうのは一体どうなっていくのかな、ねえ、みんな聞きたい話じゃないですか。そうですね。テリー土屋の車の話始まりました。おしゃれな番組になってきたね。マッチ、そうですね、マッチが来てからなんかこの番組がさ、ええ、おしゃれになったよね。レギュラーがね、これ。だから土屋さんにあの服を着れるような大人になってほしいわけ。今回の話は何かな。今日はですね、はい、突然ですけど、近藤さん一番好きな車を一台あげてくださいって言ったら何にします？今はやっぱり、はい、テスタ。違うね。今はね、違うね。違うんだ。やっぱりね、はい、GTR 好きですね。ですよね。あ、まあマッチそうきたかって言われがちですけど、GTR 好きですね。どんなところが好きなんですか？やっぱ子供の頃の夢だったんで、で僕の中学生の頃に二十歳ぐらいの大先輩がハコスカ乗ってたんですよ。おお。それでそのハコスカの中でなんか音楽を聴いて、いい匂いがしたんです、そのハコスカの中が。でその人がなんか自分の部屋のように、動く部屋のようになんか大事にしてたんですよ。それ見てもう憧れて、でもスカイラインは変えてもR はつくのは買えないなと思ってたんですよね。だから R は夢だった。うん、確かにそうですよね。まあ男の子はそうでしょう。そうだね。ということでですね、今回は近藤さんがもう愛してやまない GTR を語り尽くそうという回をやりたいと思っております。聞いてやろうじゃねえか。ところがそこまで詳しくないわけ。じゃあまずじゃあ土屋さんからどうかな、はい、一番好きな歴代 GTR こちらでございます。あ、クニさんのハコスカ GTR、はい、もうこの1970年代、俺がね小学校5年か6年テレビで親父と見てたの、日本グランプリを、サバンナ対ハコスカ。なるほど。これ見ても憧れたね。もう親父にすぐこのスカイライン買えっつって、そしたら親父が買ってきた。うん、で俺が小学校6年生 GTR じゃねえだろ。2000GT を買ってきた、ね、そう俺でもバレるって。あの頃でも 2000GT 買うのも大変でした、ね、そうだね。そうなんだけど、うん、俺的には GTR 買ってくれたのかなと思ったの。そしたら 2000GT だったけど R のエンブラム売ってたんだよね、日産からね、うんうん、買ってつけた。あれですね、はい、初代はすごい燃焼記録作ってますよね。そうですね、あの初代は4枚ドアですよね。そうですね、うん、初代69年出たのが4枚ドア。そうですね、70年からこのクーペちょっとホイールベースを短くしたやつですね、うん、だから好きな人はね4枚ドアの方が好きっていう人も。そうですね、格好が好きだっていう人多いですね、うんうん、渋いんだよね4枚はね。リアタイヤのところにさ、うん、こうラインが入ってるじゃないですか、はいはいはい、サーフェイスラインですね。そう、あれがいいんだよね、うん、あれが GTR の証ですよね。綺麗な車だよね、うん、今奥だよ奥。本当に奥。なんでこの番組は車とお金を結びつけたか。何であの車って言ったらこれいくらするとか。いやらしい方法ばっかり言ってる。視聴者の人に、うん、あ、そんないい車だったら俺も買ってみたいな、いくらなんだろうな。ソウルさん、夢で終わらしちゃいけない、うん、現実に引き戻してあげないと。でもこれ奥だって言われたら引くじゃんもう。ね、家売ればいいだろ。ね、テリーさんは。僕はね、はい、これです、3人です。おー、来た。おー、なんか来た。あの軽快でいいなと思って、うんうんうん、私も一緒です。なんかすごく軽快な感じがして、実はこの前、この後かな、もう生産止まっちゃいますよね、うんうん、でこれ僕は実は高田純次さんが乗っていて、あ、乗ってたね、高田純次さんがね、僕あの元気が出るテレビをやってる時に買ったんだよって、うん、乗っけてもらったことあるんですけども、本当にこんなにいいのかな、うん、箱スカイどっちかと重いイメージがあったんですけど、うん、非常にカジュアルで、うん、でまあ今もそうなんですけど、やっぱりなんか凛々しいでしょ、うん、これ凛々しくないんですよ。すごくそれがなんかヨーロッパっぽくて綺麗な車だよね。綺麗ですよね。よかった。だからなんか
今でも、ケイちゃんもそう、私も3人です、3人やっぱり悩んだの、俺もあ、これの国さんと一緒に乗ったステアリングが ね、ステアリングを握ったのはこの3人 GTR だったの、うん、だけどやっぱりここに巡り合わせてくれたのはハコスカだから、うん、なるほどね、そう、まあね、ま、僕も今ハコスカってもう定番になりすぎちゃってるから、うん、このやっぱ3人が一番なんか、うん、これはいいですよね。ちなみに土屋さん、これ今いくらぐらいなんですかねこれはね、あのボロッチーノでも800万ぐらい、うわで、そうそう、いいのだともう1500から2000ですね。他にも33ございますよ、お客さん3334。じゃあ続いて川口さんの一番好きな GTR、はい、川口さん、はい、私はまあ手前味噌で自分が作ったやっぱり3号の GTR、なるほどね、やっぱ T スペックが一番いいですかね。あのニスモもすごくいいんですけど、うん、ちょっと普段に乗ったりとか、うん、まあ、私そんなに腕に自信がないんで、うん、もっと普通でいいですよね、はい、あの T スペック乗っていただくとすごく、まあ、早くも走れるし、うん、安全に走れるし、意外にあの普段使いがちゃんとできる車なんで、まさにグランドツーリングレーシング。いや、 T スペックはね、本当室内がすごくゴージャスで、うん、あ、なんかいい車に乗ってるなっていう感じで、しっとりしてるしね、乗り心地は、うん、本当いい車ってことは、今ニスモよりも T スペックのがどっちかっていうと、うん、ニスモはハードハードですよ、あの、うん、ホンダで言えばタイプ R みたいな感じで、サーキット専用車両みたいなのがニスモ、うん、T スペックっていうのはそこまでなくていい、俺は普段がいい車に乗りたいんだっていう人が T スペックがいいと思う。これ現行ですよね。現行です、はい、ってことは手に入るんですか。なかなか難しいんですけど、台数が限られて難しいんですけど、うん、まあ、まだまだ生産し続けますんでね。ってことはちょっと一回今申し込みは受け付け、今はね申し込みちょっと受け付けてないんですけど、うん、またいずれある程度台数がお客様の手元に行けば、はい、また順次、うん、あのお売りするっていうことになると思いますけど、うん、次の方は申し込んでいただきます、はい、そうですね。これ T スペックっておいくらでしたっけ。1900万ぐらいですね。ああ、1900万ぐらいします、はい、そうね、結局ね、値段の話に最後からそうですね。マッチはマッチは、はい、僕は R33。 おお、これね、分かる。なんで、ま、マッチは33で、はい、フランスのルマン24時間デビューしてるの。そうなんです。なるほど、そういうことか。世界に打って出た車三三ですね。そうでしたね。これで、ね、ルマン走ってね。95年96年、うんうん、走りました。そう。やっぱりあの思い出の車ですよね。うん、え、綺麗な車だよこれ。うん、本当に出たばっかりはでかくなってね、バカにされたの。三人が本当にコンパクトでね。そうですね。小気味いい大きさで、そうそうそう、うん、で三三になったらなんだグロリアクーペかみたいなこと言われて、はいはい、でかくなっちゃって、だけど。俺は買って乗ってたの、すごく乗りやすいし、後ろの2列目も3人ほど狭くないから、4人乗っても楽ちんに移動できる車、うん、で3人とそんなにさほどタイムも変わらないしさ、走っても、うん、だから俺はすごい気にしてたんだけど、不人気でしたよね。そうですね、やっぱりお客さんが言われたのはちょっと大きい、当時で言うと日本ちょっと大きいかなっていうふうにお客さんに受け取られましたよね、うん、今で言えば全然ね、もう全然大きくないんですけどね。この時代ではなんかでっけえなって言われてね。そうですね。その前3人がまだ5ナンバーベースの車だったので、うん、そうですね。これがもう3ナンバー専用のボディになったので、うん、ちょっとそこでやっぱり車が大きくっていう、うん、この頃ってでもまだスカイラインっていう名前がついてスカイライン、ね、もちろんそうですね。ああ、はい、だからそこですよね。うん、スカイラインなのか、うん、だからスカイラインのね、そのなんか R 仕様、そうですね、そうですね、単体になった独立したね、うん、あのそうですね、GTR になってから、うん、そうですね、 R35 から独立したんです、うん、R、まあ、GTR という監督のネームになりましたけど、もともとスカイライン GTR でしたの、ね、で、まあ、一つ大きなポイントは34まで国内専用モデルだった、まあ、一部右ハンドルのオーストラリアとかイギリスにちょっとだけ出してましたけど、うんうん、基本国内モデルスカイラインで、この R35 からはちゃんと左半を作って、うん、はい、まあ、世界中に打って出ようってことだったので、うん、まあ、ペットネームからも代表の GTR だけでしたんですね。これを、あ、だからとんがってましたよね、2007年の GTR は ね、 そうですね、普段乗れないんだもんいや本当にもうね、その俺ベストモータリングで乗せてもらって、こうサーキット乗るにはいいの、うん、でサーキットの撮影が終わって都内に日産に戻していくのに、こっちが戻しそうになるそんなに、いや、本当にキャンバーこんなついててね、もうなんかわらしでこんなんであるし、で乗り心地めっちゃ気持ち悪いし、なんかこう、みたいな、だから、まあ、あの
正しく言うと、まあ、おっしゃる通りなんですけど、やっぱりその300キロでそれから市販車でレースができるような車って言ったら、うん、まずあのとんがったもの、うん、最初に頂点を目指すものを一回作らないと、うん、普通な作り方をしたらあそこ行かないんですよ、うん、まずあれを作って、それから今私もやってますけど、ずっと熟成させていって、うん、磨いて磨いていってっていうのをまあ開発やってきてるんで、うん、まあ、正直一番初代と今の比べると全く違う車に感じると思いますけど、うん、やっぱあの車で一番最初にあそこまで頂点を極めたので、うん、まあ、いろんなところポテンシャルが高いんですね、うん、なので今の、まあ、R35 今回24モデルやとかあの出させてもらいましたけど、成長したなと思ってましたね、うん、あと僕ものすごい気になることがあって、はい、まあ、世界的な流れで当然 EV になっていくわけじゃないですか、うん、と今後の GTR っていうのは一体どうなっていくのか、うん、ねえ、うん、もうね、ポルシェも何もみんなね、みんな聞きたい話じゃないですか。そうですね。そこ川口さんが一番答えにくい話じゃないですか。うん、川口さん、ちょっと確かにあのここで断言は何もできないです。それはまさに我々も会社も当然ながら EV やってるでしょ。なので EV も考えてます、うん、当然 EV のスポーツってどういう世界かっていう車も考えてるし、一方であのいろんな排気ガス規制だとか CO2 規制、まあ、ガソリンは厳しいというのは分かってるんですけど、うん、今 GT500 とかね、あの、うん、合成燃料を使って、はい、その環境に優しい燃料っていうのも出てきてるんで、まあ、そういった道で進化するっていう手もあると思ってるんですよね、うんうんうん、なので全部が全部 EV あるいは何としてでもレシプロエンジンっていうわけではなくて、うん、今すごく選択肢を広げていて、まあ、トヨタさんもそうですし我々もそうです、多分ホンダさんもみんなあのいろんな会社が同じことを多分考えていて、うん、こういった燃料を燃やすタイプ と、水素みたいなものを使うタイプ、うん、それから電気、うん、まあ、いろんな方向性を今検討していて、勝手な憶測ですけどやっぱり2030年代に入ると各社がいろんなことを出てくると思うんですよ、うん、でこれはね我々自動車会社だけで決められなくて、やはり 法律ですね、いろんな国の法律によってやっぱ左右されるんで、どこの会社も今まだ模索中というのは、うんうん、あの正直な話です、まあ、はい、うん、今年からね、うん、自動車賞の名前が変わるじゃないですか、はい、モビリティ賞、ね、モビリティ賞に、うん、ってことはもう車ってこととそれにね付随する環境とかいろんなことがあるから、うん、まあ、当然ね GTR もねその環境の中でどう、うん、どうですね、ね、変化していくかですね。土屋さんなんかはあれじゃないの、やっぱりガソリン使ってさ、うん、ターボ2つ回してさ、ブンブンって走りたい、一生そういう派でしょ。俺はトヨタに期待してるの、うん、もうその合成燃料も今ガソリンと同じタイムが出るようになってるんですよ、ね、GT500 も、うんうん、だからその合成燃料もありだし、うんうん、あと2030年って言ったらもう水素がほぼ完成されてるんじゃないかな、うん、でそうすると綺麗な空気しか出てこないわけじゃない、うん、水素だと、うん、だからその方向で俺は行ってほしいなって俺の願望だよ。あ、そう、なんかイメージがさ、バレ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 って言って俺はもういいんだよっていうさ、いや、もうイメージはね、イメージ環境の悪いことしかない。そうそうそうなの、俺そういうタイプだと思ったの、ね、環境に悪そうだもん。土屋さん自体が環境に悪いんだよ。それは認める。マッチだってお前 D の持ってるステーサーガソリンくせえだろこの車。だからそういう車を愛しながら両方だよね、うん、両方だよ、ね、両立させていくということで す、ね、そうですね、はいはい、というわけで GTR 愛を語ろうというのを、ね、お送りしてきましたが、はい、フリさん土屋さん改めていかがでしたか。やっぱり川口さんには今後の GTR こうやっぱこう速さがあって質感があって乗り心地が良くてっていう、まあ、ハイブリッドなのか水素なのかは分かんないけどエンジンはなくさないでほしいなです、ね、うん、電気がそこにプラスされてもいいんだけど、はい、やっぱりその GTR っていうものはエンジンで動くんだっていう種の柱はなくさないでほしいなと思いますね、うん、世の中 SUV でしょ、はいはい、だから SUV の GTR だって、うん、十分に考えられますよね。出そうですよね。出そうだよね。なんか、うん、センチュリーが出すんだからね。出、うん、ま、そうでしょ。ね。もう考えてるでしょ。また難しいですね。あでも昔あのうちの 30Z の時なんかあの Z でラリーやってたりしましたから、ね。やってましたね。だからまあ、ね、いろんなところにね、うん、商品の魅力が出せればいい、ね。というのはやっぱりね、うん、使ってくれる30代、40代の人がやっぱ SUV になってきてるから、うん、そうなるとそっち側の思考ってのは
当然出てきますよね。なくはないよね。だってもうポルシェだって売れるのはさ、カイエンとかの方が売れる。あ、売れてる。世界中で一番カイエン売れてますからね。いや、売れる車がいいのか、俺はそうじゃないんですよ。俺はやっぱりツードアのスポーツカーにこだわりたい。SUV もいいですけど、確かにいいけど、これだな、やっぱり自家だな。じゃあもう D のいらないね。いやいや、川口さんに言ったら、川口さんは D のいいですね。みんな結局そこがしょうがないよね。男はしょうがないよ。憧れますよね。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買い取り専門店、改造車買い取り本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買い取り本舗で検索。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。